いただきたいと思います。これは私は春をですか、春お花屋さんで感じました。お花屋さんであの桜の木が売っていて、こうつぼみだったんですけど、部屋でも桜は咲かせることができるっていうコンセプトがあったんですよね、そういうお花屋さん で買おうか悩んで、どうしようと思ってとりあえずあの検討することにしました。あの結構まあまあ大きくて、ミニチュアサイズのものがあったら欲しいなと思います。桜の木お家に皆さんいかがですか？いいですよね、おしゃれですよね。ミニチュアの確か調べたらあるみたいなので、ミニ盆栽じゃないですけれども、こうねえ、お部屋に彩りを与えてもいいかなって最近思い始めてます。ありがとうございます、お優しい。 いや皆さんのコメントで私はいつも癒されてます、ありがとうございます。冬でも笑顔冬でもまあ笑顔ですけど、まあ、春もより笑顔は咲かせたいですよね。